部屋の様子をリアルタイムでモニタリング。足音がえげつなかったんですよ。やっぱしますよね、うん、なんかそれも動きが全部わかるんですよ。半分乗っ取られ始めてるんで。なるほど。感覚になったんですよ。なんて言うんだろう、簡単に言うとなんかここになんか残ろうとしてるっていうか。今宵も次は綺麗やな。さあ出発や。どうもやかずです。リガです。ホラーナイト ST スタジオ、やってまいりました。はい、後編ですね。はい、はい、だらしめんのチャンネルで、前編の続きをさせていただこうかなと思います。はい、ちなみにまあ前編ではですね、この事故物件にて一人隠れ模型ショーをやっていたわけなんですが、一人目に、リボンさん、はい、そして二人目に僕やかずが、まあ、一人隠れもしたと。ただまあちょっと前編をまず見ていただきたいんですが、ちょっとリボンさんがちょっとねおかしいと、はい、そうだったみたいです。自分の実感はなかったんですけど、はい、僕たちだらしめんの2人がリボンさんのことをあまり理解をまだしていないんですが、その僕たちですらやっぱおかしいと、うん、でさらにこの普段からリボンさんと一緒にいる2人がですね、こんなリボンはちょっと初めて見たと、まあ、そのぐらいですね、ちょっと一人検証、まあ、一人隠れもですね、押してる時にちょっとおかしな様子だったと、はい、新たにちょっとカメラが増えまして、部屋の様子をリアルタイムでモニタリング、これをちょっと導入しまして、まあ、一人がかくれんぼをしてこの押し入れの中にいる間、この部屋の様子、それをモニタリングにて、まあ、ちょっと待ってる側の人間が、見ると。なので無駄な時間が全くないということですよね。もうすごい画期的な機材で、すんごい映像が、はい、今撮らせていただきましたということで、はい、スバラということですね。だいぶスバラです。スバラでございますね。はい、はい、どうしよう。いやいや大丈夫ですよ。スバラだな。はい、スバラですね。もうまた悪い顔してたな。悪い顔してたな。多分正義さん気づいてなかったでしょうけど、あの雨男の下りが前編であったと思うんですよね、はいはい、あのパッて正義さんがそのいじり終わってパッてこう前向いた時にこうガッツポーズしてます。うわぁ、めちゃめちゃ悪い。それはマジでしてないじゃないこれ。それはマジでしてない。怖いな、なんか言っていいんかな。なんか正義さんがあの僕はちょっとほんと一人かくれんぼだから NG ですと、はい、唯一言ってましたよね、はい、言ってましたね。ほんまに聞こえるか聞こえへんかぐらいの声でチッて言ってました。うーん、怖いなー。おー、それはさすがに言わなそうだけど、ね、ここは肩持ってくれる。一番ゾッとしました。ということで、はい、ちょっと前編ちょっといろいろあったんですが、そちらをまず見ていただいてからですね、後編見ていただいた方がより怖いと思います。はい、後編ではですね、タツキさんから始まって、はい、そしてディエゴで、正義さんですね、はい、に、検証を行ってもらいます。で時刻がすごいいい時間ですね、3時半を回りました。今からがメインではないでしょうか。早速スタートしていきたいなと思います。だらしめんホラーチャンネル。はい、それでは後編1人目タツキやっていきたいと思います。まずこのクマの名前、そうですね、クマ子とつけましょう。こちらクマ子とつけます。で今回僕はちょっと掟破りと言いますか、ちょっとランクを上げてと言いますか、この花子ですね、前編見た方は分かりますけど花子という名前になりました。これ自分の爪と今回花子にご協力いただいて、花子の髪の毛も一緒に入れて一緒にかくれんぼちょっとやってみた、どうなるのかなと思ってやってみたいと思います。それではまず手順進めていきます。一応この日本人形は髪の毛が伸びるって噂らしいですからね、ちょっとこれと共に一緒に隠れるのは怖いですけど、
ね、4人も同じことをするので、ちょっと違った検証として、ちょっと勇気を出して頑張ってやります。はい、クマのぬいぐるみまでできました。クマ子ですね。できました。それでは始めていきます。最初の鬼はクマ子だから、最初の鬼はクマ子だから、最初の鬼はクマ子だから。次は熊子が鬼だから。それでは塩水を口に含んでお尻の中に隠れていきたいと思います。オーブみたいなの全然出ないですか。うん、あんだけさっきです。ほんとヤクワさんの時めちゃめちゃ強かったんですか。マジですか。めちゃめちゃ出てました。この絵面は慣れましたよ。あー暗い言ってるな。なんか溺れてる。はい、俺らの勝ち、俺らの勝ち、俺らの勝ち。だらしめ、ホラーチャンネル。はい、どうでしょう。いや、足音がえげつなかったんですよ。やっぱしますよね。なんかそれも動きが全部わかるんですよ。あ、わかる。どこにいるかみたいな。そう、あの結構するんだけど、一番はっきりわかったのはタッタッタッタって俺の目の前まで来たの。うわうわ。押し入れね。で、その後ちょっとワンテンポ置いてタッタッタッタってどっか離れてったの、うん、あの洗面の方に、うん、したら女性の声で
こっちって聞かれたんですよ。あ、だから声聞こえたんだ。そう、女性20代ぐらいの女性が。で、蛇口を開ける音がして、うん、ジャーって音がする。え、流れてる。え、実際流れてるか俺見てないか分かんないけど、なんか遠くで水が流れてるような音がして、うん、ジャーって、まあ、シンクに水が垂れる。これってシンクなのか、いや俺はどっちかって言ったら風呂場かなって思ったんだけど。で、あとあの天井、やっぱ上がすげえ足音するんですよ。なるほどですね。さすがに怖かった。さすがに怖かったね。それは完全に女性の声。女性でしたね。もう年齢まで分かっちゃいますもん、20代って。まあ今たつきさんが言ってくれた感想の中に、はい、やっぱそうなんや、またっていうのがやっぱ含まれてますね。あるですね、今の。はい、ではね、ディエゴ一人タイムというか、一人かくれんぼやっていきます。まあ、このままパッパとやっていきます。はい、というわけで、人形ができましたので、名前をつけます。この子の名前は、山西です。山西くん。というわけで、こいつをですね、沈めます。はい、では行きましょう。もうね、さすがにもう3回目か4回目なので手順は覚えてます。最初の鬼は俺、最初の鬼は俺、最初の鬼は俺。はい、というわけで10秒経ったので刺しに行きます。山西くん見つけた。はい、次の鬼は山西、次の鬼は山西、次の鬼は山西。塩水含みます。ちょっと待って、扉外れてんねんけど。そんなことある？全然食べないといいやろ。さっきなんか部屋の中をってみんなでおるときに、なんか常に聞こえてるみたいなこと言うとったじゃないですか。はい、あれってその男性女性どっちなんですか？女性です。うん、僕男性はほぼ聞こえてないと思う。もういいかな、そろそろ。え？ね、女性なんですよ。ああ、そう。鉄板で いるのがです。そうなんですよ。で、ここに来た人みんなはっきり喋ってるって言うんですよ。女性の声なんですよ、決まって。で、今正義さんも女性って言ったから、もうそろそろネタバラシしてもいいかなと思うんですけど。これね、前に住んでる男性一人なんですよ。あ、そうなんですね。まあやっぱ亡くなったっていうか、うん、やられちゃった側なんで未練がすごい残ってないですか。あると思います。自爆霊みたいな。平勝さん、一緒に検証してください。嫌です。ちょっと本当に、本当に早かったの今。いや、もう絶対やばいんすもん。カズヤ NG にしよう。普通 NG。 共演コラボ NG。 NG お、飛びられた。
もう絶対いるでしょってことで今開けたんですよ。だから近づいてたのかもしれない。めっちゃディエゴ相性いいんですよ、ここ。俺の勝ち。亡霊術を正義さんにお願いしたいなと思います。始発なんでそろそろ。電気消すんすか、本当に。ダメです、無理ですよ、俺、本当に2分で終わるもん、これ。あ、じゃあここ開けときますね。いいです、いいです、閉めて。いや、開けましょう。開けましょう。いいです、閉めて。いや、開けましょう。お願いします。本当に怖くて喋れないんで、そこだけはご了承お願いします。ビビリでも何でも思われてもいいんで。何？ああ、判断が難しいんか、これ。本当に無理なやつだわ。元気つけていいですか？めちゃめちゃ首横に振ってる。横に振ってますね。いや本当にやばかったらそこのドア開けてみ。明るいから。じゃあ明るいとかじゃないの。だ電気つけても俺怖いもん。一回ちょ行けるとこまで行きましょう。いや無理っす、もうダメっすこれ。本気のやつじゃないですか。じゃあちょっと電話だけ繋いでください。ハウリング、そうっすね、キンキンになっちゃうんで。めっちゃキンキンになってますよ。もう今もなってる。じゃあのね、いやそこで分けてもダメですか？いやもう全部関係ないんすよね、あんまり。なんかもう開けた方がそれっぽいっすもん。5分だけでオッケーっす。で、いけそうなら続けてください。その後はわかりました。お願いします。バツってやったらすぐ来てください。オッケーっす。はい、頑張ります。お願いします。ということで5分間だけ耐え忍びます。始めてる方かな。変化ないですか？ないですね。もう少しだけ頑張ってください。あ、これいけてる、いけてる、いけてますね、うん、これはいけてきた。なんかどうもやっぱここを気にしてる様子ですね。気になってますね。あれ？あと固まってます。
まず出ましたね。マジ？行きましょう。はい。奈良姫ホラーチャンネル。はい、ということで、終えましたね。気になるなぁ。いや、途中は確かに、うん、マジで何もなかったんですよ。はい、慣れてはないですけど、はい、何もねえなみたいな、はい、意外と何もねえんだなみたいな感じだったっす、ね、うん、で、まあ、NG 出したタイミングなんですけど、はい、その NG 出す多分5分前ぐらいになんかずーっとなんかぼーっとこの辺を見てた時間があったんです。あー、見てた、あったで、なんかその時なんか意識が遠のいてるっていうか、そのぼーっと見てる時、はいはいはい、体がこう揺れてたんですよ。まあ眠いのかなみたいな感じでちょっと処理したんですよ。はい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 、で、その NG 出す瞬間の時はなんて言うんですかね、くーってなんか入ろうとしてるとか、なんかなんて言うんですか、わかんないですけど、ちょっとおかしな感覚に、なんかそこが狭くなっていくっていうか、自分がなんかそんな感じがあって、ほんとなんか半分半分みたいな、の半分乗っ取られ始めてるみたいな、なるほど、感覚になったんですよ。その憑依される前とかって怖い場所って初め思って、そういうなんか戦略を持っていたりするもんなんですけど、意外とここ大丈夫やんってちょっとこの紛らわすというか、うん、でそこで一気に行ってしまうっていうパターンとかよくありますんで、もしかしたら慣れてきた、あ、意外にここ何もないんやなっていうふうに思わされたのかもしれないですね、うん、よくわからない状況なんで、なんだろう、なんかおかしいんですよね、なんか女しか意識してなかったんですよ、はいはい、あ、でも最後の方なんて、なんかもうごめんなさいみたいな感じになってました、正義さんがね、はい、あ、まあ、一番危ないパターンですね、まあ、そういう感情を抱かないようにしなくちゃいけないですけどね。まあちょっとリボンさんがあんまりヤバいんじゃないかと思ってましたけど、正義さん最後の最後でちょっとヤバかったっていう、どこなんですかね、なんか何もなかったんじゃないですかね。あのちょうどだからこっち見てなんかふわふわしたとか言ってたじゃないですか、このゆら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 したみたいな、その時ね、もうめっちゃ映像バグってるんですよ、うん、あーやってましたね、バグってるんですよ、あー、しゃあ、まあ、スローモーションみたいになってた、揺れてるとかもちろん確認できないぐらい、一回もう10秒止まっては早送りで動いてみたいな繰り返しだったんです、最後だけ、うん、まずそれが治った頃にやっと罰が見えたっすもんね、正義さん。ああ、そうでしたね、タイミングよく。じゃあ急にしだいみたいな感じだったんですか。そうそう、まあ、だからその感じ、まだバグってる、またバグってるって何回か繰り返しあって、最後あの通常に戻った時にもこうバスってたんです、ああ行こうかって感じ。やばいじゃないですか。聞いて初めて、あ、みたいな。いや、なんて言えばいいんすかね、難しいですね、ちょっとね、そうなった場合はすごい、でもなんか伝えたいってなりますね、うん、この感じを伝えたい、はい、いや、なんかおかしくないですか、俺大丈夫っすか、なんて言うんだろうね、簡単に言うとなんかここになんか残ろうとしてるっていうか、いや、残ろうとしてるってやばくない、だって本当は嫌なのに、え、正義さんがどうですか、はい、ダメっすよ、あの、俺の知り合いも取りつかれやすい人がいるんですけど、うん、怖いって言って逃げ出したのに戻りたいとか痛いって思うらしいんですよ、うんうんうん、なんかちょっとそれに似てて今感覚が、何かを言わないとなんか出たくないんですよ、この場所は良くないじゃないですか、とりあえずまあそれはあれよ、まず出たいな、まず出た方がいいですね、うん、一旦一人になってもいいですか、マジで、いやもうカメラ止めてさっさと出ようぜ、普通に何か喋れてって言うんだったら喋らせない環境作ろうぜ、じゃないと出ないし、最近
もう無理やりでもここ出た方がいいんじゃない。出ますか。なんか気持ち悪いもん今整理、うん、出ましょう。とりあえず出ましょう。俺らが立ち始めればいい。奈良市民ホラーチャンネル。はい、ということで、ちょっとエンディング別日になってしまったんですが、ちょっとね、はい、あの日はエンディングをちょっと撮れそうになかったので、そうですね、はい、ちょっと後日という形になりました。まあ、あの日ですね、ちょっと予想もしない、そうですね、出来事だいぶ予想外のことだ。そうやな、はい、うん、普通じゃなかった。まあ、様子はおかしかったですね。おかしかった、はい、だからもう俺もどうしたらいいか分かるよね、はい、っていうまあ状況でした。で今ですね、急遽まあカメラを回している理由がまあちょっとこんな格好で申し訳ないんですけども、ちょっと正義さんと連絡をやっと取ることができるので、はい、今からちょっと早速様子をちょっと聞くためにですね、電話をしていきたいなと思います。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。ちょっとようやく電話ができるということで、いやちょっとビビらしちゃいましたね。いやいやいや、ほんまに焦りましたよ僕。こういうちょっと経験がないんで。いや、僕初めて赤津さんの焦ってる顔見れてちょっと嬉しかったです。いや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 逆にほんまにね、なんて言ったらいいかも分かれへんが、私大丈夫かなっていうのがちょっと強くて。いや、まあ、やばかったっすよ。いや、そうですよね。ちょっとまあ数日経ってますから、ちょっとあの日のことちょっと覚えてる限りでいいんで話してもらっていいですか。まあ、調整の皆さんに言えることは、まあ、間違いなくドッキリとかではないと。で、演出とかやらせとかも一切ない。そうですね、はい。まあ、あの場所でその検証をやるっていうことに、なんかもうやばさ、本当にやばいんじゃないかなっていうのがあって、はい、だからそのコラボっていうのも あるんで、はいはい、まあ、そこは気合で行くしかないみたいな言った結果、はい、まあ、見事にあんな感じでちょっと半分憑依っていうか、なんかその 自我はあるんですよ。はい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 。だけどなんかその3分あったらなんか30秒ぐらい、なんて言うんだろうな、ぼーっとする、はい、っていうか、なんか自分じゃないみたいな、うん、なんかとにかくぼーっとしてました、ね、いや確かにそのイメージめっちゃ強かったです。この ST スタジオさんが長年、まあ、いろんな心霊スポットとかいろんな、まあ、高齢術とかされて、はい、こういう経験っていうのは過去にもあったんですか。じゃあ僕はあんなにおかしくなったことはなかったです。あ、やっぱりそうですよね。大体だからさっき言った通り、その本当にやばいなってなったら、うん、リーダーなんで僕が止めちゃうんですよ。なるほどなるほど。まあまあモニタリングで僕たち辰樹さんとリボンさんとはじめ3人で見てたんですよね。はい。でそのディスプレイで、ああこれ正義めっちゃ怖がってるなみたいな感じで、はじめ僕たちも笑ってて、はい、でまあまあ怖がってるのは正義さん、まあ、いつも通りじゃないですか。なんやかんや言って、まあいつもそうですけど、うわまた今から俺一人かって言いながら、まあ撮影スタートしたらもうパリッと撮影してくれるわけですよ。はい。で今回のパターンも本当一緒で、めちゃくちゃ怖がってるやり取りがあって、いざ一人になってからめちゃくちゃ落ち着いてるように見えたんですよね。いや、それでですよ、急に罰サインを出してきたわけですね。はい。もういきなり正義さんの様子がちょっと変というか、エンディングが全然まとまらず、もうちょっと、正気じゃないというか。はい。でも本当あの後、はい、結局寝て、はい、もうめっちゃ普通に戻りはしたんで。いや、良かったです、本当に、はい。すごい場所っていうことはもうこれでもう再度ね、まあ、僕たちも認識はできたんですが、はい、いやちょっとごめんなさい、申し訳なかったです。いやいや、それは全然、いや、かすんでしょ、まあ、悪くないんで。テンパりました。ほんまにあの帰り道もディエゴと2人ちょっとやばいなって、やばかったっていう話を帰りしてましたね。そうそう、心配にはなりますよ。いや、なりますよ。
もう帰ってからもだからもう何一人でソファーのとこ座ってぼーっと正義さんからの LINE の返信待ってほんならちょっと 2,3 時間後ぐらいにあの今もだいぶ落ち着きましたっていう寝る前のちょっと LINE が来て、はい、それ来てもう本当にあのように寝ましたねいやでもちょっと良かったです。いやもう本当にご心配をおかけしました。いやいやもうとんでもない、こちらこそです。まあちょっと、まあ、今後ですよね、本当にちょっとやばいなって判断した時はもうこうなるのをちょっと想定した上でちょっと撮影していこうかなっていうふうに、いやもう本当にまあ見てる皆さんからしたらめちゃめちゃすごい映像になってると思うんで、いやちょっととんでもないですね。それはもうダラシメン側と SD 側両方見てもらってちょっとぜひ楽しんでいただけたらと思います。いやもうこれは本当今正義さんがおっしゃった通りちょっと前半から見ていただかないとちょっと意味がないというか、はいはい、ぜひちょっと見ていただきたいと思います。はい、はい、正義さんがまあちょっと元気になってくれて僕らもちょっと本当にちょっとホッとしましたんで、はい、もう本当に気にしてなくて全然大丈夫なので視聴者の皆さん心配せずに、まあダラシメンの2人にはぜひこれからも SD スタジオよろしくお願いします。いやもうこちらこそよろしくお願いします。はい、お願いします。ぜひコラボいつも通りお願いします。あ、こちらこそですよろしくお願いしますはい、ありがとうございます。はい、すいません失礼します。はい、失礼します。元気そうですね。いや安心した。よかったです、ね、ほっとしたね、はい、うん、ということで、今回もですね、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。前田公園、え、待って、これはすごいっすね。すごいんじゃなくて稲荷あるやん。ではちょっと中見ていきたいと思います。皆さんこんにちは、ヤカズです。全国心霊ツアースタートしました。これ何かと言いますと、全国各地の有名な心霊スポットを撮影して回る企画となります。また今までの撮影よりも少し体を張りまして、現地でのテント泊、こちらを取り入れて少しでも皆さんに見応えのある動画をお届けしようかなと思います。なのでまあおそらくですね、1年以上かかる企画じゃないかなと思っております。あと極力ですね、雪を避けて全国を回りたいので、行く順番はちょっとバラバラになるんですけども、必ず47都道府県全て制覇します。またネットの情報だけだと少しやっぱり弱いので、皆さんのお力貸していただければなと思います。で現在地の方なんですけども、インスタグラムのストーリーもしくはライブの方で随時更新していきますので、今の間にフォローの方だけお願いします。でアカウント情報なんですけども、概要欄の方にも載せております。もしくはインスタグラムで直接ヤーカズで検索です。ちなみに今の現在地はこちらです。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。